Thank you おはようございます。画家の小木祖です。えー、第64回の鬼公表を始めたいと思います。えっと、ちょっとですね、前で同じこと言っててすみません。えー、っと、初めて送られる方、また、あちょっと自分のあれ違うぞ、出てきた、あの、違う、みんなと違うぞと思われる方、ちょっと動画一度見てみてくださいね。こちらのところをクリックして、これして、あの、フレーミングとかまでしてもらった方が助かります。今回、今週分は確か自分で僕全部やってるはずです。私、えー、っと、20枚ぐらいは たぶんやったんですがあの、56枚中、40人ぐらいの方は大体やってくださって、本当助かってます。であの、ちょっと頑張ってやっていただけると助かります。すごい手間かかってますので、えー、よろしくお願いします。あと えっと、字幕がちょっと出ることもあるかと思うんですけども、あの、15%ぐらいの方が字幕で見られていて、あの、字幕のオフの仕方があるんですね。で、ちょっと私の YouTuber は若い方が多いので、ちょっとその辺皆さんね、私と同じで不得意な方もおられると思うんですが、あの、えー、っと、まず、 スマホで調べてみるのも手ですよ。えー、YouTube、字幕、オフとかやると必ず出てきます。あと、もし出てこなかったら、ここのところをクリックして、そしたら字幕のところが出てきて、オフっていうのができますので、えー、可能ならそれで、えー、よろしくお願いします。えー、何人かからクレームが来たことありまして、自分で調べてほしいなと思ったりしております。さあ、早速行きましょう。えー、こちらの作品でございます。ちょっとこの作品少し待ってくださいね。 えっと、ね、もう一人で全部編集から何からやってますからね、えー、これは4回目の投稿、20年ほど前に三陸海岸の風水磯っていうのかな、えー、風通しとなんていうんですか、岩手県をアレンジして描きました。小木戸先生はグアムの海をイメージして描きしましたが、うまくいきませんでした。私の海の絵、えー、グアムの絵をですね。 松をイメージしまししまたたがダメでした <laughs> 左下のし、えー、砂浜は宮古島で採取できた砂にメディウムを混ぜて描きましたと85歳ですか頑張ってますねすごいですね、えー、油絵の具を、えー、キャンバスで12号だそうです すごいですね。もう私85にもなったら、い,いっぱいいっぱいから。実は、まあ、あの、なんとなくこう皆さんのフレーミングしたりもしてますけどね。今週は一応大体いい時間あったというかあ、夜中にやってましたので、やりましたけども、あの、すごいですね。85歳でこれだけ描けたらね、ねいや、頑張りましたよ。ええー、ここからどう描けって言うんですか。わ <laughs> かりませんがえ、非常にいいですね。 すごい難しいこと言いますよ。もう難しいこと言った方がいいんでしょうから、私の親戚の Y さん、えー、今年90歳も LINE をしてました。すげえ LINE してると思いました。もうどんどんやらないともう、あれ、なっちゃうからって言うてました。あれって僕それ言いませんが、ぜひこの調子で頑張られてみてください。ちょっと頑張って、明るいところを書いてみてください。岩なんかもあのこの感じでいいんですが、明るいところも書いて、暗いところも書いて。明るいとこ7 暗いところにぐらいの気持ちで、そうすると明るいところのボコボコみたいな岩の感じとかがもっと出てきます。どちらかチョこれだと暗い色で描いていっているところがあるので、えっと、これが公開されている頃には、あの、 雪の動画を上げてます。雪の、なんだ、なんとか、えー、っと、シャリだけというのを上げておりますので、それでね、もうネチネチネチ、チョコチョコチョコって書いていったりしてます。砂を、あ、確かに混ぜ合わせて、あのー、いいですね。これ、海岸の感じとか非常にいいですね。で、本当にこう、波とか書いていくときは、横線を多く書いていくんですが、結構疲れるんで、私でも画面を普段は縦にして、こっちら楽じゃないですか。 重力がですね。えー、ちょっとそういう線を多めにしながら、手前の方は若干こう、こんな感じで波を描いていくんですが、水平線に近づくとこういう感じにしていくという感じで、波を描いていかれたらいいと思いますので、えー、ちょっと頑張ってやられてみてください。いい感じですよ。あの、12号は、これだけ描けたら楽しみですよあ。明るいところを描くって難しいでしょうけども、ちょっとこう、頭の体操で明るいところを見る気持ちで描いてみてください。 はい。次の作品いきます。こちらの作品です。えっ、ー、と、M15 の水彩とアクリル絵の具。水彩紙にアクリル絵の具とオイルパステルと。今回は学生の頃気に入って手に入れた装飾用の木製のツバメをモチーフに、何千キロもはるか遠くから毎年やってくるツバメたちを尊い い営みをたたえ描いてみました。個性を出そうと試みましたが、どこかで見たことがあるような絵になってしまいました。小木曽先生、水星の巨匠たちの圧倒的な風格が漂う作品に触れると、えー、自分の絵が学芸界ばりに勤めなく見えてしまいますがあ、巨匠エッセンスを取り入れが、踏ん張り頑張ります。ガチ目で鬼好評よろしくお願いします。えー、あ、ファブリティス、あ、小杉五条、あ、そうかそうか、あの、過去にも何度か送っていただいてい、えー、るということで、 オイルパステルとアクリル絵の具ということで、あの、様々な技法を使って描かれていて、あの、これ結構いいと思いますけどね、今までの一番いい、トツでいいような気がしますけどね、あの、マチールなんかもすごい面白いですし、なんかこう、構成がすごくいいですよ。僕初め見たときは、すごい面白い。巨匠の風格漂う作品やなっふと思ったんですけどね、あの、非常にいい作品だと思いますよ。 あの、配置も浜口洋蔵さんとかちょっとこう言うて、えー、と、そういうのからヒントを得てる感じがすごいします。初め見た時多分そういうのをなんかヒントを得てはるんやろうなっていうのがすごく見え隠れしました。ガチめでですかいや、これ本当にすごいいいと思いますので、なんかあの、こういうふうにいろんな作品、巨匠の作品とかを自分なりのアレンジを覚えていかれるといいんじゃないかなというふうに思いますので、えー、この調子でやってみてください。 えとボコボコしてるのがオイルパステルですかねそれにアクリル絵の具で描いてるんですかねすごく技法的にも面白いですよなんかこう物質感がこうあの水彩系の絵の具には見えないような物質感の感じになっているのでそういうところすごい好感も持てますし自分のこうオリジナルに変わってくるかと思います 濱口洋三さんとかあたりは、えっと、メゾチントという技法を使っているんですがちょっと版画の話脱線してみましょうか版画、同版、えっと版画というのを4種類大きく分けるとあります例えば一般的に例えば T シャツなんかに、えー、プリントアウトトプリントされているのがリトグラフと言います、リトグラフ。広版と言って難しいんですけど 穴を開けるんですね。まあ、昔で言うと、プリントごっこみたいな感じと思ったらいいのかな。プリントごっこって、もうわからないですかね。僕の視聴者ほぼ若いので。まあ、穴を開けて、そこにインクをすり込んで、下の紙に、えー、写映し込んでいくという技法なんです。で、後半、リトグラフ。で、皆さん一番知ってるのは、えー、お、お、突やか、突板。突板っていうのは木板がです。木を掘って、インクを詰めたいところに、えー、と、 木を残す。要はデコ、でこ、でこの方ですか。僕はへこみですよね。で、えー、突、えー、突板と言います。木版画のことね。えー、で、後、え、版、ー、と突板と、えー、黄版っていうのがあります。黄版はじゃあ後にしますね。で、えー、と、平版っていう、平版、なんてい,うっていうのがあります。ちょっと僕も版画の専門家ではないので、ちょっと間違えたらすみません。 でそれを昔でいう赤飯って言ったりします。でそれが、えっ、ー、と、リトグラフ。あ、すみません、一番初めの間違えた。シルクスクリーンです。穴開けるやつはシルクスクリーン、ごめんなさい。ダメやね、あそこで巨人戦やってるんで、それを見ながらという最低なことをしてます。ごめんなさいし、お叱りください。で、えっ、ー、と、シルクスクリーンじゃなくて、リトグラフっていうのをよく見ると思います。例えば、なんか、あのわしゃーとこう、あの、話は違うかな。えっ、ー、と、 油の鉛筆みたいなので書いて、その上にちょっとコーティングして、コーティングした後に今度コーティングしたところの油の部分だけを取れるんですね。で、そこにインクを詰めて、で、えー、するという、まあ、要は、半自体は平藩。平半 っていう平らなものをリトグラフと言います。これ結構多いですね。あの今、出回ってたり、出回ってるという言葉があ, <laughs> あ,あったりします。と <laughs> いうのが、えー、とリトグラフと言います。で、えー、最後は、凸、えー、ですね。へっこんでる版というのが、銅版画とかいうやつです。銅版画って聞いたことありますよね。要は版をへこまして、木版の場合は出っ張りにインク、銅、えーえー、版の場合はへこみにインクを詰める。 っていう方法ですでその中でもメゾチントとかっていう方法があって、版自体を全部をボコボコに凹凸に、う、えーっと、う、えーって真っ黒にするんですよ。ここにインク詰めて吸ったら真っ黒になる状態にするんです。でそれをなめすんですね。こう、なんて言いましたっけごめんなさい。ガーの専門家の人、YouTube 作ってください。で、そのなめしたところが、 インクが入らなないいでで明るくなるくという方法ですでそれをやっぱり、あのー、日本で初めの頃にやられた作家さんが長谷川清さんと濱口洋三さんでいいかな間違えたごめんなさい今も適当にこう調べずしゃべってますんで何人かおられるんですた多分その2人が巨匠やと思いますやっぱりそれで日本でこう広めていったからすごい巨匠になっていったというところがあるんですねちょっと家だから長く載せておきましたよ ということで、すごく面白い。あの、初めはファブリティウスみたいな鳥をポンと描いただけだったんですけど、そこからすごい試行錯誤を繰り返していい作品になってきました。頑張ってください。はい、次いきます。こちらの作品。これはお上手な感じで、ちょっと写真がピントが合っていませんが、うーんと、透明水彩を描いて,描い,ていると。 お20年間出かけた場所、20年間描いて、もういご卒業されますか <laughs> どちらでも結構、すごくお上手ですよ、本当に。まあ、今、最近描いたんですかね、これ。まあ、ちょっと、あの、手前の方とかが、あの、ボケていて見えない。後ろの方もそうなんですけどね。あの、非常にいい作品で、これ最近の作品なんですかね。ちょっとそこの辺が、クエスチョンマークがついてしまうところがあるんですが、別にいいんですけどね。昔の送ってきていただいても結構ですけども、 ね、な、なんとなくこう、上の木の枝でしょうね。右側の木の枝みたいなのが、あもう少しこう、ですね。もうちょっと絵画的になればよかったのかなっていう気がします。どうだろうかな。<laughs> ちょっと、ちょっとグレーになってきたな。何がっていうと、やっぱ写真のこの悪さがなかなかこう先に僕がここから言葉出てこない。だってめちゃくちゃお上手ですもん。めちゃくちゃお上手ですから。 最近の作品なのかなぁと思ってしまっておりまして、えー、ごめんなさいね。うん。まあ、あの、いい作品だと思います。あの枝なんかも絵画的に自分がすごいこう絵画の中でいい形というのを探していかれたらもっともっと良くなるかなと思いますので、ぜひ頑張ってください。私にも日曜日が必要です。まあ今土曜日なんですが。6号ある種。 今回は旧古,古,古川古川庭園を描いてみました。今回はって書いてますね。写真やっぱね、あの、どうしたらいいですかねなんかこう、なかなかピントが合わない人。ど、どうしたらいいですかね <laughs> 僕もちょっとわからない。そこのとこ僕できないのでですね。うん、やっぱり皆さん困ってる方はまだ困ってらっしゃいますね。はい、すみません。そのぐらいです。すごくいい作品です。お、ツーベースです。すみません。これちょっと面白かったんで読ませていただきます。あ、あ、 アウトになってしまいました。すみません。<laughs> 足が遅かったです。アフリカのボツワナより2回目の出品をさせていただきます。前回は我が家の愛犬をボールペン画で描きましたいいと。今回はアクリル画で庭の、家の庭に生息するアフリカのトカゲですって。びっくりしますよね。 え、ピカピカなので、本物はもっとギラギラ、テカデカでカ、ピカピカなんですが、なんとかそれを表現しようとしたのですが、できませんでした。この作品に描くにあたって、え、先生のアクリル画で体を描いた動画を何度も見返して、あああの作動画もう消しちゃったかなあ。ありがとうございます。私は現在47歳。 えー、芸大美大とは言ってません。ほぼ独学。ボツワナで絵が上手な日本人がいると口コミで広がり、こちらで絵の家庭教師のアルバイトいいですね。降りこっかな。僕行ったら行けそうですかあ,あの仕事を奪っちゃうことになりますから、ね、一緒にやりましょうか。なんかね、うわぁ、楽しそうやなぁ。 ここに住む中国人やトルコ人の外国人にも絵を教えていますということで、技術は、あー我が物顔で、私の動画から学んだのに我が物顔で教えていますということだそうです。面白い,、ねい,い。面白いね。いや、もう十分ね、さすがにこう、ギラギラテカテカ頑張りましょうよ。これ色ないですかやっぱないのかな向こう行くとなんか安っぽい絵の具とか売ってて、それすごい鮮やかやったりせんかなとか思いながら。ねえ。 惜しいなっていう感じしますよね。いや、でもこういうサンプルいっぱい作られたら、モンシロチョウって向こうにはいるんですかモンシロチョウはどうなんですかすごくいいですね。面白いですね。これ、タバコも。タバコでしょうね、これね。いやー、ちょっと面白いなと思いました。我が物顔で絵画教室のアルバイトをしてるというのもすごくたくましいですね。 本当になんかこうあのいろんな国の人が送ってきてくださってやっぱりそこの景色とかそこのものとかを見るとすごく面白いですもんね。 あの、日本にいてなかなか海外旅行ができない人たちもいれば、逆に今のご時世で日本に帰ってこれない人の、こう、私がこう、プラットフォームになっているような気分でですね、今、新緑を見ながら、イチゴちりにちびっ子たちを生かせてありがとうございます。そして野球をちらちら見ながら、こんな動画を作れるなんてなんて幸せなことでしょう。あの、本当にすごく面白いと思いますよ。あの、本当、僕背景までなんかね、土地のもので攻めてほしいなって気しますけどね。 なんかわけわからん向こうの言葉をいっぱい書いてあるとか、向こうのなんか雑誌かなんか新聞とか、日本とは全く違うものがとか、例えばもう、後ろだけでも風景になってるとか、もうわけわからんような感じにしてもらえたら、私はすごい楽しいなと思います。また、ぜひ、ご応募お待ちしてます。あの、ぜひ、その、えっ、ー、と、アルバイトで中国人やトルコ人の絵もまた見せてください。<laughs> はい、次行きます。いや、非常にいいので特に言うことはありません。 この作品です。この方4週連続ぐらい送ってきてますね。はい、ちょっと落ち着きましょう。よろしくお願いします。う ね、仕事が荒いなっていう感じですね。もったいないな。いっぱい勉強されてるのはわかるんですけどね。たくさんこう送ってくることが正義ではないですよ。えー、私も2分3分4分と一生懸命ここに残すためにお話を伸ばしているわけでございますよ。一応ね。あのー、そのあたりやっぱりパッと見てうわっ,っていう皆さんに思ってもらうとか。 僕よく学生にグループ展とかやるときに言うんです。これ何度も言ってますけども、もう潰し合いやぞ、つって。一人が目立てば縁ええやからな、って。もう誰にも負けへん絵描きなさいって。それが全員同じベクトリーに向かっていくと、あの、ウィーラー調子ええな。えー、っと、非常にいいものになります。展覧会ってね。だからそれでなんか慌ててわーっと作ったものポンと出すと、なんかこう展覧会自体全体がこう、下がってしまうということが起こってきますので。 で正直ちょっとそういう感じです。人物、人物、人物って3回続いてきて、今度いいのを送ってきたんですが、1週2週ぐらい開けられて、油絵の具、なんとか会に出してみたいという、ちょっと写実系の強い団体とかに出してみたいみたいなこと書いてあったんで、今こんな感じでやっててもダメですよ。多分落選します、はっきり言うと。お多分というか95、95%、いや97、97%落選します。だからちょっとその辺落ち着いて、ちょっとされてみてはいかがでしょうか。厳しいこと言いました。 はい、次の作品いきます。こちらの作品です。よいしょ。これはなかなかいいですね。水彩。すごい画面も綺麗に映ってますあ。この方も40代。40私、近いです。46。油絵を初めて3年目です。えー、っと初めて、A、作品を送らせていただく。山登りが趣味。山道を描きました。いつか見たら泣いてしまうような感情に訴える絵を描きたいと。いいですね。見たら泣いてしまう。 美大に行けずコンプレックスを抱いています。ぜひ、えー、好評いただければということです。そうですか、もういいんじゃないですか。美大に行けなくてっていうのもね、まあ、学歴に書いて、えー、僕は多分、プラスの方に行ってる方でしょうね、やっぱりね。 東京芸大の首席って油絵家でも130年ぐらいの歴史やから今までで創,設創立以来油絵家だと130人しかいないという計算になりますもんね普通に考えたらね、うん、でもまあもちろんあの逆に言うとそれを僕はプラスに変えれると思うっていうか美大に行ってないからこそ逆に学ばれてきたことが違う道のことがあってのなんかそれを生かすとか山登りなんかでやっぱ 私の友人、北海道の友人なんかも、やっぱりこう移住して北海道の冬の素晴らしさに見せられたということで、作品を、作品というか、動画撮ったり写真撮ったりしてますけどね。だからぜひ僕が見たことない山をぜひ描かれて見せてほしいなと思います。あのー、個人的には本当にもう特に、あのー、ちょっと暗いところは暗すぎんのかなとか、ちょっとこうわからないところがあるんですが、 あのー、油絵ですよね。6号、6号か、6号か。うーん。いや、すっごい悪くはないんですけど、これは現場で描かれてるんですか写真、おそらく写真かなとは思うんですけども。 なんかプラスアルファこうここでの現場感みたいなのがもうちょっと伝わってくるといいなと思ったりするんですね。まあもちろんその写真から書くんでしょうけどもう湿度がわーっと漂うようなような日本のまあうっそうとしたような部分かもしれませんしすごい暗い中に光をほっとさせてくるなんか良さが面白かったりとかなんかこの絵を見た時にあのすごくお上手やなっていう感じはしたんですけどそこからプラスアルファそんだけ山登りがお好きでっていうのを やったらこういう瞬間に感動する、こういう瞬間に感動するってあると思うんですよ。それが技術的なことよりも、どっちかちょっとその体で体現したことっていうのが、いかに画面に、えー、ね浄化、転化できるかっていうことを精神,精神を研ぎ澄ましながら山登りをされたらいかがでしょうかね。どういう瞬間がすごい。まあ何度も何度も瞬間ってあると思うんですけども、えっ、ー、と、 あるんじゃないかなと思いますのでそういうのをぜひ私たちに見せていただければなと思います <laughs> こちらの作品ですこちらの作品はアクリルっぽいのを塗っているかな4号あ透明水彩にアクリル水彩の部分はあ左の薄ピンク花瓶の植物ぐらいあとはほとんどアクリルと あー私が YouTube 始める前から油アトニウムを持っていましたが、えーえー、顔に、えー、毛穴まで描いていた人、法令が、 確か、ほうれい線やシワを薄くしましょうと何度も言っているのを聞いて、ああ、先生大人になったのねと思いながら見ていますだそうです。まあ、あの時もちょっと変えてたんですけどね、あのー、今もそうですけど、あのー、ね、必要なかったら別に消しても誰も気づかないしって、それは絵画的には昔から僕やっていたと思いますよ。あのー、オーバーにではなく、多少見える範囲でですね。 ええと、この作品は4号ということで、なんかこう欲張ってますよね。あの4号でこれだけちっちゃくピット入れたら、こうなかなかこう書き込んでいくのも難しいですけど、あのー、ね、着物の人と花と、そして色彩を豊かに描いてるけど、ちょっと写実的なところもあったりとかして、なんかすごい欲張って貼って、うわー、大変やなーって、僕これ書くの大変やろなと思って見てました。 なんかこう色彩とかすごく綺麗な方に行きたい割には、んーっていう感じもします。絵の具のマチエルをつけてる割には、それもちょっと効果的ではないかなと。4号やったらもう少し顔とか上半身ぐらいにしてあげてもよかったかなっていうのか、逆に全体を描くんやったらば、なんか中途半端になんか人がいて着物着て、花があってっていうよりはもう全面が花柄の中に着物着た女性ポッといるぐらいの方が、 なんか絵としては完成しやすいんちゃうかなっていう気がいたします。うん、その本も何年前かなもう15年、14、5年前の本ですもんね。長いことそんな本とかも書いていっております。そんな感じで頑張ってみられてください。これで最後かな最後かなはい、こちらの作品です。<laughs> えーっとこちらも 2, 2回目ですか、お名前まで出てますが、<laughs> えーっと下塗りからなお下塗りから仕上げまでの手順を細分化して、鬼公表でご指導いただいた影を留意するのはそれぞれ前ながら時間をかけて描きましたと、えー、先週土曜日には発信予定でしたが、あそっか,か、すごいですね、この方、あ5月中旬で予約完了と。 ワクチンを打たれるということですね。えっ、ー、と、ウォーターフォード8号に描いていると。うちのお袋もブーブー言うてました。もうすぐワクチン打てるんや、とか言うてましたけどね。えー、っと、もう私なんかは、まあ妻がね、今、身もですから、私なんか,か、今、だから、妊婦さんとかもうね、打てないからですね。だから私が感染するのは非常に怖いので、私もほんと最新の注意を払って生活をしております。 あの、桜いいですね。この方本当にお上手ですよ。いい作品ですね。えー、っと、本当にもう、卒業されてはっていう方が、また、多くなってくると、これ言いたくなってくるんですね。少なくなってくると、皆さんぜひぜひっていう、もうこれはもう、社内です。私みたいな、もうひねくれてる人間に関しては。すごくこう、線的な動線と言いまして、すごくこう、桜のこう方向性みたいなのが面白いですね。 で、こういうところに道があって桜があった場合、こう、多分市の人がどこか桜をせんあの切る、剪定するときに、ま頼んで、道をやっぱりこうある程度広く開けるように枝を切ってくださいという剪定をするから、左の方にこうね、道じゃない方向に枝を伸ばしていくような剪定とかは多分されているんでしょうね。 なんかそういうの僕もたまに見ますもんね。ここ、うわ、桜並木めっちゃ綺麗と思うんですよね。でも行くとき、全部がこう、桜、こう、道からこうなってて、わ、すごいなぁ、庭師の人すげぇなぁとか思ったりすることもありますもんね。非常にお上手でいいですよ。あのー、どこやろうな。<laughs> どこやろうな。まあなんか染め用紙のやったらちょっと幹の色、赤い色の中にちょっと何か色をぽっとか、青っぽい色とか。 感じさせても良かったのかなっていう感じがするのと、 ちょっと桜のやっぱボリュームっていうのがちょっと描ききれていないのでね、ちょっと残念ですよね。こういうの例えば写真を撮って描くんやったらばやっぱ若干暗めに撮った写真と明るめに撮った写真とちょうど同じぐらいの写真っていうのを3つぐらいあの写真撮られると暗めに撮った場合っていうのは桜の方の影とかが映り込んできますのでえ描くときに、えー、そういうのを参考にしやすかったりしますので、えー、必ずこう何種類かあ同じ場所からでも色をこうあれして 取ってあげた方がいいと思いますよ多分帰った後その辺は分からなくなるじゃないですか家帰って書こうと思ってもそういうことも是非されてみてください今日は新緑の美しいどこぞやのところからお届けいたしましたそれではまたチャンネル登録よろしくね SNS もやっているよ